物は吸着効率を高めるために科学的または物理的な処理を施した多項質の炭素を主な成分とする物質である。例えば特定の物質を選択的に分離、除去、生成するなどの目的で用いられる。活性炭化性炭は大部分の炭素のほか、酸素、水素、カルシウムなどからなる多項質の物質である。 多孔質であるために体積の割に広い表面積を持つため多くの物質を吸着する性質がある。ただし活性炭はどんな物質でも吸着できるわけではない。例えば活性炭の表面は非極性の性質を持つため水のような極性分子に対しては吸着力が低く活性炭が持つ最高よりも小さな粒状の有機物を選択的に吸着しやすい。 他にも不快な匂いの代表格であるアンモニアはガスの状態であれば活性炭に吸着されやすいのに対してアンモニウムイオンは非常に吸着されにくいことにも活性炭の表面が非極性的であることが関係しているアンモニアも極性分子ではあるもののアンモニウムイオンは電子が1個不足した状態にまで完全に帯電しているため 例えば、アンモニウムイオンが溶け込んだ水を活性炭に通しても、水分子もアンモニウムイオンも活性炭にはほとんど吸着されずに通過する。また、毒物を誤飲した際などに活性炭を経口投与することもあるものの、これは消化管内で活性炭に吸着された毒物が活性炭とともに大便として排泄されることを狙って行う処置であり、活性炭に吸着されやすい毒物が 消化管内に残っていると考えられる時に限られる。以上のようなことを総合的に判断した上で、活性炭は脱臭や水質浄化や有害物質吸着除去などに用いられる。なお、活性炭に限らず、ろ材は一般に表面積が広いものほど吸着速度が速いと言える。ただし、いくら表面積が広くとも、 吸着物質の総量は活性炭の傘を超えることはない。吸着性能は主役のメチレンブルーを吸着する能力で測定することが多い。また、活性炭は他の耐熱型のろ材と同じく加熱、射沸によって吸着物質を放出し再利用することができる。ただし、この処理の際に吸着物質が放出されるため換気など注意が必要である。 活性炭は材料、製法、用途によって多彩な形状に加工することができる。例えば、単純に破砕したブロック状、さらに細かい粒状、より細かい粉末状と、サイズも様々である。また、繊維状、ハニカム構造状、円柱状など、成形を行うこともある。活性炭の原材料としては、木、崖、矢四角、 クルミ柄などの植物性の原料が広く用いられている。特に、例えばヤシカクやクルミ柄などは、廃棄物が有効利用されている例であり、砂糖キビから糖類を絞り取った絞りカスであるバガスなどからも活性炭を生産する試みが行われている。この他に、石炭や石油などが原材として用いられることもある。また、特殊なものでは、重骨や血液といった、 動物性の原料を用いるものもある。活性化の方法としては、原材料を摂取800度から摂取950度に加熱し、水蒸気や空気などの気体中で炭化させる高温炭化法が一般的で、これを物理法という。他に塩化塩などの化学薬品を使って処理した上で加熱することで多孔質にする方法もあり、これを化学法という。 川の浄化のために活性炭入りの袋が川底に置かれている。大栗川の例。なお、外観や成分は似ているものの、用途が異なる点から、燃料としての木炭と活性炭は別物として区別される。ただし、活性炭を廃棄する際に、特に脱臭剤として用いたものであれば、燃料として用いることも可能ではある。 活性炭の平成28年度日本国内生産量は50、386トン。工業消費量は2、393トンである。ありがとうございます。